まあ、ジムニーだったらなんかいろいろな楽しみ方、やっぱあの幅の広さがあるんで、まあ、ただ走るだけじゃなく、まあ、当然キャンプに行くだったり、スノーボード行くだったり、釣りに行くだったりと、まあ、その自分の趣味に合わせての使い方もできる車なので、すごく、うん、常にずっと乗れるっていうところで考えると、まあ、死ぬまで乗るかなとは思います、うん。南部オートの、川端と申します。南部オートというのは、まあ、あのジムニーをメインにやってる、もともとは、まあ、中古車屋さんがベースだったんですけども、まあ、今どちらかというとそのカスタムとかも、かなり多く増えてきて、まあ、ジムニー専門で今やらせてもらってます。コンセプトとしてはかっこよく乗ろうとか楽しく乗ろうっていうのをコンセプトに、車作りだったりとか、そういった遊びにも使えるようにっていうところで、ジムニーという車が全般的にやっぱちょっと扱いがすごく難しいところではある部分ではあるんですけど、それをまあよりよく扱えるようにっていうところでやっております。会社自体はもう多分40年以上は、うん、先代の会長の時からあるんで、まあ、でジムニー自体やりだしたのが、まあ、ほぼほぼ20年以上前かなっていうところ で、私がこの会社に入ったのも約10年近く前ぐらいかなっていうところで、うん、ジムニーがですね、まあ、なぜオフロードに強いかっていうところで、まあ、まず車が、大きい車と違って小さい車ではあるんですけど、機動性の良さがあるから、まあ、オフロードが強いっていうのと、あとまあ人気の中にある中で言えば、まあ、パーツがすごい豊富で、そしてまあ大きいのに比べるとやっぱ手に取りやすいというところで、まあ、カスタムだったり改造だったりっていうところで選ぶ人もすごく多いので、まあ、そこがすごく利点なとこじゃないかなと思います。一緒に走ってるお客さんとかもいらっしゃるので、まあ、僕が行けるときは一緒にオフロードコースに、フリーで走行会に行ったりとか、まあ、あとイベントとかもありますので、まあ、そのイベントタイミングだったり、あとレースですかね、レースとかもあるんで、まあ、そういうのに一緒に遊びたりはしてますね。最初の入りはジムニーにそんなに、まあ、興味がなかったというわけじゃないですけど、まあ、気にはなってたぐらい で、うん、でまあ、乗り始めてからめちゃくちゃ楽しいじゃんこの車みたいな感じになって、そこからまあどっぷりハマっていったかなと思います。基本的に僕も車で乗って遊ぶのが好きなので、まあ、以前はドリフトもしてましたし、で、まあ、ドリフトしている途中からまあ自分に、まあ、ドリフトより難しくないだろうと思ってやり始めたら、これがまた結構難しくて、まあ、それになんかだんだんハマっていって、今気づけば全然ドリフトするよりかはジムニーに行って遊んでる時間の方がかなり長くなってきたかなと。ジムニーっていうものを乗り出して山道とか坂道登るのに、まあ、普通の車じゃ上がれないところをちょっと登れるようになって、それがこれ面白いんじゃないっていうとこから始まって、でそこから、まあ、トライアルという競技、うん、オフロードで遊ぶ競技があったので、まあ、そこにレースにまず出るようになるっていうところ、まあ、そうなってくるとやっぱ普通のノーマルだけじゃなかなかいけない、タイヤを変えないと、大きいタイヤ入れるのにリフトアップしないととか、まあ、そういったものがこう一緒についてくることになってきて、まあ、そこから徐々にそういったオフロードに走るための必要なものっていうのをいっぱい
やってきたら気づいたらこんな風にオフロードで走るための、ノウハウも徐々に蓄積されていったかなと思います。実際今僕が乗ってるジムニーが、まあ、JB23 っていう、まあ、歴代ジムニーの中でもボディ形状がすごく丸っこいやつなんですけども、古いジムニーも、まあ、乗っててでレースに出たりはしてましたけど、まあ、時代も変わって次はやっぱ個体も古くなって少なくなってきてるというところで、今だったらやっぱ個体数が多い車種でいくと JB23になるので、まあ、そこを僕もチョイスして、ここもやっぱ同じように今までと、ね、遊ぶためにはっていうところで、まあ、いろいろ試行錯誤はしながら、まあ、当然サスペンションを変えてみたり、細かいところの部品をもうちょっとオフロード寄りに持っていけたりとかっていうところはテストして使ってっていうところで、まあ、ただ今度そればっかりだと普段使いでやっぱどうしても大きいタイヤ入れると走りが鈍くなったりとかする部分をまた改善していくためにもエンジンコンピューターの方の書き換えをしたりとかして、まあ、車の組成を無理ない形で上げていけるように、まあ、それが通勤、休みの日の遊びと1台でできるようには自分の車をベースにそういった形のコンセプトで作ってはいます。ジムニーってまあもう長く、発売されてからはいろいろモデルチェンジしながら進化はしてってるんですけど、その一台一台の、ね、変化を遂げてってるけど、やっぱ古いやつの良さもあれば新しいやつの良さもあるっていうところで、個々の個性がしっかり残ってる車なので、どれ乗ってもやっぱそこの癖があったりとかそこの良し悪しがあったりもするんで、興味があればどの方でも、どの方もいい悪いは当然ありますし、でもそのいい悪いも一つのその車の個性として、見れる車なので、まあ、楽しい車じゃないのかなと思います。もっとジムニーっていう車をいろんな人たちに乗って楽しんでもらえるような提案だったりとか展開っていうのはやっていけたからいいかなと、まあ、普通の車と違ってすごく特殊な部類ではあるので、乗り心地が、ね、普通の車に比べれば悪いだったりとか、ドアも、ね、2ドアで乗り降り利便性もすごい悪いとかよく言われることも、燃費も悪いと言われたりもよくあるんですけど、まあ、でもそんな車であっても乗ってみるといざ楽しいっていうのは、まあ、この車にしか出せない魅力があるので、まあ、そういうのをもっともっとこういろんな人に知ってもらって、この車の、楽しい部分を知ってもらえるようにはやっていきたいかなと思ってます。エンジン、実小さなエンジン、660cc しかないエンジンにターボがついているという車なんですけど、まあ、海外の方はシエラの普通車ですね、エンジンで走らせているジムニーがあると思うんですけど、まあ、やっぱ日本でしか味わえないこの小さなエンジンの凄さっていうのもやっぱいろいろ本当は乗っていただけるとね、まあ、日本の人だけじゃなしに海外の人たちでもこんな小さなエンジンでもすごいパワフルに走ってくれる車っていうのを知ってもらえたらなと思いますので、ぜひ日本に海外の方はね遊びに来ていただいたら、乗れるタイミングを作って一度乗ってみられたらいいんじゃないかなと思います。